花巻東コンビでワールドシリーズ連覇、菊池雄星もドジャース入りあるか。アストロズから FA の菊池雄星は3年6300万ドル、約95億8000万円の契約になると報じられた。メジャー通算41勝を挙げている菊池は、FA 市場で最も求められている投手の一人、高いレベルの評価を得ていると評価。菊池は今季在籍していたアストロズの他にタイガース、ドジャース、ジャイアンツ、オリオールズ、レッドソックス、レンジャーズ、ロイヤルズも獲得に動くという。代理人によるとすでに複数球団からのオファーが届いているといい、すでにアストロズとの話し合いも終えているらしい。実現すれば大谷との花巻東高校コンビが見られるかもしれない。上昇アストロズは菊池にとってハマった球団だったから残んじゃない。低迷していた岩手の野球を全国区にしたのが菊池雄星。さすがに大谷もやりづらいだろう。大谷、菊池、佐々木朗希で東北トリオっていうのが現実的にないな。代理人がボラスならドジャースはなさそう。アストロズがベスト。左腕で怪我が少ないってのは魅力。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。